ブラケットを外します。これは、トルクコンバーターが輸送中に飛び出てこないように支えているブラケットです。ブラケット外しますと、あとは、トルクコンバーターただ上にピッと抜くだけです。はい、はい、ありがとうございます。トルクコンバーター、トルクコンバーターと言ってますが、昔はトルコン式オートマって言って自動車のカタログによく出てきましたね。そのトルコンです。今は乗用車オートマチックが当たり前なんで、もうわざわざトルコン式なんて言わないですけれども、今外したのがそのトルクコンバーターです。次に外していくのは、コンバーターハウジングと呼んでいる部品です。コンバーターの周りを囲ってますね。今ネジ5本しか外しませんけれども、通常は十数本で止まってます。でここについているの、これはオイルフィルターエレメントと呼ぶ部品です。乗用車ではほとんどオイルの交換しないと思うんですけれども、オートマオイルですね。このアリソントランスミッションの場合、これを最初8000キロで交換してくださいと言ってます。その後は8万キロ、あるいは12万キロ、24万キロ、その使用用途によって、いろいろありますけれども、定期的な交換が必要な部品です。そしてあと、ここに2つ見える蓋ですね。これはオートマチックトランスミッションオイルを冷やすためのクーラーにつながっている穴が開いています。コンバーターハウジングを取り外したところですね。コンバーターハウジング取り外しますと、次に見えてくる部品はオイルポンプです。人間でいうと心臓に当たる部品ですね。血液を体中に送り出すためのポンプです。トルクコンバーターの中、あるいは閉塞のために必要なもの、いろいろな装置に向かってオイルを供給しているオイルポンプです。これも塊で出てきます。フロントサポートアセンブリーと呼んでいる塊です。はい、で次に出てくるのも、これも抜いちゃいましょう。これはロテーティングクラッチモジュールと呼んでいます。タービンからの回転を中に伝えていく役目がありますが、ここに、ギアがついてます。それは PTO ドライブギアと呼んでます。パワーテイクオフですね。車両の外に動力を取り出すための装置をこのトランスミッションつけられますけれども、それを駆動するためのギアが横に、ここについています。はい、後ろでいうと黄色い部品ですね。長いシャフトと何か丸い塊がついた、これがロテーティングクラッチモジュールです。そしたらここでですね、トランスミッション90度回して、今度は下の部分を取っていきます。はい、これはいつもトランスミッション搭載状態から見ると真っ逆さなんですね。これは下になる部分です。オイルバーン、これもたくさんの13本だったかな、ボルトで止まってますけれども、今は4本で仮止めしてます。これは、ドレンボルトです。オイル交換をするときにはここから油を抜きます。だいたい7リットルぐらい出てきます。全体では14リットルぐらい入ってるんですけれども、いろんなところに油が残りますので、交換するときは7リットルしか出てきませんが、それで OK です。オイルフィルターと一緒に交換します。で、もう一つここに赤い蓋をかぶせてある部分ですが、これは電気的な配線ですね。トランスミッション、電子油圧コントロールのトランスミッションなので、さっきのチャージングポンプ、ポンプで油を心臓でこう油を送り出していますが、それをコントロールする部品が中についています。このコントロールする部品と車両側についているコンピューターが通信するためのコネクタが、先ほどの赤い蓋をかぶせてあったところです。はい、オイルパンを外すと見えてくるのはサクションフィルターですね。ここから油を吸い込みます。フィルターはさっきの赤いフィルターとサクションフィルター2つあります。定期的に交換が必要なのはこっちの赤いやつだけですので、お手軽です。はい、そしたらここでですね、このトランスミッションの特徴を1つだけ、ご紹介したいと思います。それはパーキングポジションです。乗用車では当たり前だと思いますね。手羽を一番前の方にすると P にガチャンと入ってタイヤが固定されます。このトラック用のミッションにも P っていうところがついています。これがタイヤの代わりですけれども、普通はぐる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 回ってますが、ガチャンと P に入れるとこのように固定される、パーキングポジション付きの4トントラック用のオートマチックトランスミッション、これがまあ一つの特徴です。ではバルブボディも外していきます。ここもですね、ネジが20本ぐらいで止まってるんですが、今は仮に6本だけで止めてあります。バルブボディを外してもらってる間にですね、アリソントランスミッション、
で、この名前を聞いたことがある方はどのぐらいいらっしゃいますでしょうか。多分今日初めてですよね。あ、ありました。ありがとうございます。ふるさとはインディアナポリス、インディ500のレースで有名なところですね。あそこにあります。年間25万台ぐらいのオートマチックトランスミッションを作っているトラック、バス、建設機械、そういった産業用の、産業用あるいは乗用、トラック、バス用のオートマチックトランスミッションの専門メーカーです。大体年間25万台ぐらい。これが一番小さいやつで、他のはもっと大きなオートマチックトランスミッションを作ってます。年間25万台ぐらい作って、世界でのシェアが大体 85% と言ってます。だから、相当実はシェアが高い会社ですね。で、どんな車についてるのというと、後ろに明るく、2階の方にですね、明るくなっているのがありますが、あそこに各自動車メーカーのバッジがあります。ああいった、車両の建設機械に、アリソンオートマチックトランスミッションが搭載されています。はい、これもバルブボディも外れましたね。はい、これが、バルブボディです。この部品を分解すると、作業台の前の方に置いてありますけども、大体50点から60点ぐらいの部品で構成されています。スプリングですとか、スプールバルブ、あるいは展示バルブ、そういったものが組み込まれています。では、ここでトランスミッションをまた少し、今度後ろへ行きますね。もう下から外すものは何もなくなっちゃいました。はい、90度回してる状態で、今度はリアカバーと呼んでますが、これアルミのいいものですね。これを外していきます。これも今4本のボルトで仮止めです。今私が外そうとしているのはスピードセンサーです。アウトプットスピードセンサーと呼んでますが、車速を見ているセンサーですね。車のスピードが速くなってきたら1速から2速、2速から3速、3速、4速、4速、5速、5速、6速。実はこのトランスミッションは全身6速のオートマチックトランスミッションです。ここに見える部品、これはブリーザーと呼んでいます。トランスミッションの油の温度は大体70度、それから高くなると90度ぐらいで運転していますが、当然中の空気も温まりますので、温まって膨張した空気を外へ逃がしてあげるための呼吸弁がここについています。ブリーザーですね。これが詰まっちゃうと、どっかから空気が抜けていかなきゃいけなくなる。そうなると、抜けてほしくないところから抜けていってしまうので、この小さなブリーザーという部品も結構重要です。はい、リアカバーがもうこれで取れますね。はい、これをじゃあちょっと、はい、これがリアカバーですけれども、ここに実はピストンと言ってる部品があります。エンジンのピストンとはだいぶ様子が違いますが、これが後ろに油圧がかかって前へ出てくる、そんな仕組みになってます。リアカバーを外しますと、あとはさっきちょっと見たパーキングの仕組みがここに見えますね。爪が、ガチャンと噛むと、これがアウトプットシャフトが回らなくなる、そんな仕組みになっています。はい、じゃあパーキングの装置も外して、どんどん中身を出していきましょう。もうリアカバーを外しますと、お楽しみのシャフトや、そうですね、クラッチ、それから、大きなギアが出てきます。じゃあアウトプットシャフトを外します。はい、そうするとプラネタリーキャリアの P3 プラネタリーキャリアというのが取れます。はい、いいですね。じゃあ次々行きましょう。はい、3ギアですね。プラネタリーギア3セット使っていますけれども、一番後ろの3ギア、2番目の3ギアがどんどん取れてきます。次に、P2 プラネタリーキャリアアセンブリーと呼んでますが、2番目のプラネタリーキャリアが外れます。そして今度外す部品が、はい、クラッチですね。クラッチ、湿式多板のクラッチを使っています。金属のプレートと摩擦材の貼り付けたプレートが順番に並んでます。リアクションプレートと呼んでます。フリクションプレート、リアクションプレート、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 フリクションプレート、6枚ずつここには入ってます。これがバックプレートで、ギュッと押されてきたピストンでギュッとこれ押されてくるんですが、それを受け止めるのがこの厚いバックプレートです。
はい、じゃあ次に、P1 プラネタリーキャリアですね。はい、まずどん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 中からただ引っ張り出されてくるだけです。そしたらここで、スナップリングを外します。これはちょっと道具を使わないと外せません。スナップリングを外してもらっている間にこれをちょっと組み立ててみますが、プラネタリーのギアセットはプラネタリーギアセット、このトランスミッションでは3組使っていますけれども、1、2、3組のプラネタリーギアセットは